私が B2I において一番興奮する事実は、銃声よりも弾が速くなったということ。 YouTube をご覧の皆様こんにちは。今回はですね、待ちに待ちすぎた B2I を手に入れましたということで、興奮冷めやらぬ中、冷静に開封動画を撮っていきたいと思います。ちょっと最近ふざけすぎてたからね、今回は真面目にやっていきます。みんな買いました？絶対買ってないよね。Twitter とか YouTube とか全然盛り上がってねえもん。 YouTube も次世代 MP5 一色さ、どうしてなんだよ。待ってたの俺だけなのかよ。この商品はエアガンの銃口に取り付けたサプレッサー型のデバイスがエアを感知して赤外線を発射し、体に取り付けられたレシーバーに反応してヒット判定が出る画期的な製品です。ここからはエアソフトファンである私が B2I を実際に触ってみた感想、すでにある類似商品との比較から、今後こうなってほしいなという夢まで語りたいと思います。というわけで、まずは早速ね、開封動画なので開封していきましょう。じゃあね、開封していきます。まずはね、これメインレシーバーね、メインレシーバーデバイスですね。ちなみにね、アプリはね、もうすげー昔に撮ってあります。じゃあまずはメインのレシーバー、こちらよいしょ。まあ、散々ね、公式の動画見たんでね、中身は分かってます。まずはこれは、14mm 逆ネジにカマスオーリングと、あとこれはゼロイン用のね、細く赤外線を出す用のキャップですね。これは何だろうな、ちょっと何だろう、説明書読みましょうね。忘れてるな。でこれはね、あれですね、ペック PEQ につなぐ時の延長コードですね。入ってない、あのスポンジはよくわかんないですが、よし、まあいいや。本体です。いやー、こういうの大事に綺麗に開ける派です。このよくわかんないやつもね、なくさないように入れときましょう。よいしょ。おお、すごいレンズになってますね、ここね。でこの内部ね、ちょっと見づらいと思うのであれですけど、ここでエアを感知するんですね。うわ、ここレンズですね。怖いな、これ。壊れそうですね。気をつけて。これレンズの保護カバーみたいなの欲しいな。あ、これがはまるんですね。これでゼロインすると。ね、保護代わりにつけときます。で、こんな感じになってますね。こうだろうな、多分。なんかミニ四駆みたいなプラスチックなんで、割と柔らかさがある感じで、ここにまあリポバッテリーのバランス端子を挿すんですね。ここにバランス端子があるんで、650mAぐらいのリポバッテリー、ハンドガン用のやつとかね、入れれますね。ミニ S は無理ですね、多分。うん、無理だね。で、ここがエレベーションで、ここがヴィンテージですかね。で、まあ、調整するという風になっております。メイドインチャイナ。うん、まあこんな感じですね。やってみないとね、全然まだワクワクしませんね。レンズがね、割とむき出しなんで、多少引っ込んでますけど、怖いですね、これ。レンズ多少傷入ったところでだと思いますけど、なんかやっぱね、こういうもんって怖いですよね。ちょっとね、オーリングなくしそうで怖いんで、先だってこれ用に買ったね、装痕にはめときます。これはね、なんかね、サプレッサーはね、側もね、いろんなものに変えれるみたいです。このケースさえ合えばね。ただ、この量貫通のやつじゃないと、はまんないみたいです。ちょっと、むずいな、これ。逆ネジと正ネジだから、外してこう、つけるべきですね。で、一応、インナーバレルが出っ張ってるものは、使用できないみたいなんで、ぶっ壊れるみたいなんでね、そのあたり注意して。でこれあんま締めすぎると良くないみたいなんでね、このぐらいの長さですね。装甲ムだとちょっとこんなもんかね。こんな感じですね。うん、重っ。
超フロントヘビーだな。やっぱこれは長物につけるもんですね。とりあえずちょっとはめときます。よし、次メインレシーバー。おお、内容物はこれとゴムバンドですね。マイクロ USB ってことはこれ充電式ですね。乾電池じゃないんだ。ゴムバンドはこんな感じです。ちょっとねジャッチーですねあ、でもそんなことないな。あ、薄っぺらいですね。こうやって伸ばすとね、向こう側が見えるぐらい薄っぺらいな。うん、あ、でもそこまでなんか痛いとかはない。だからこれね、あの GoPro 用のマウントなので、本来 GoPro マウントか、あ、この本体の内側にこれをね入れるような隙間がうっすらありますね。 GoPro マウントで三つ股になってるようなやつで使用しようと思ってましたけど、一回この純正品使ってみましょう。こんな感じですあとね、サブレシーバーも開けていきましょう。サブレシーバーはこんな感じです。内容物はあとこれ説明書ですね。粘着テープが裏がベルクロになってるやつで、ここに直で貼り付けるんですかね、このベルクロで。だからこのなんかちょっとチャチ薄っぺらいやつなんですかね。となると僕の場合地肌に直で付けれますね、サブレシーバーに限っては。それいいな、面白いなちょっとね、じゃあ組み立てていきましょう。ああ、やっぱりベルクロでくっつけるようになってますね。あんまり接着力が良くなさそうですね。でもどっちだろうこれ、見切り発車しちゃった。こんなのやつ、これ絶対書いてないよね。ちょっとこれは使用用途不明です不明部品は置いといて、こんな感じですね。結構ズルズルですねこれ。でコードが結構長いから、これどっかでこうまとめとかないといけないですし、ちょっとややこしいですねこれ。よいしょ、こんな感じです面白いな。じゃあ早速ね、ちょっとテストしてみましょうか。あ、やっぱ充電しなきゃダメですねちょっと充電します。ちょっと暑かったんで脱ぎましたそれではね、充電中暇してんのもあれなんで、前にね、あの光線銃の体験をしに行ったことがあるんですけど、まあ B2I とは別のものなんですけども、その体験を踏まえた上で B2I のここがすごいんじゃを話していこうかなと思います。その前にね、さっきのね、この謎パーツ、ここに堂々と書いてありましたわサブレシーバーに横からはめるみたいです。作り直さなきゃいけないちょっとおこれ入らんやんけ。それではね、この B2I のここがすごいんじゃ、一つ目はね、B2I の最大のメリット、場所を選ばなくなったということ。特にね、既存のサバゲーエアソフトファンからは注目したい点がいくつもありまして、まずはね、皆さんお悩みのことでしょう、エアソフトファンのね最大の悩みである、銃はたくさん持ってるのになかなか撃つ機会がないということですね。特にね、的当てがねできない方が多いんじゃないでしょうか。確かにね、あのガスガンとかカチャカチャやるのも楽しいんですけど、やっぱり銃は弾が出てなんぼですよね。ということで、こちらのね B2I を使えば、まあお悩み全て解決とまではいかないですけども、環境によってはね、打ち合いやシューティングを楽しめる方が増えたということはもう間違いないことでしょう。体育館とかね、レンタルスペースを貸し切ってあのサバゲーしたりね、まあご自宅でもやろうと思えばね、庭先とかでもできると思いますし、まあ部屋の中でもね大豪邸に住んでる方ならできると思います。他にもね、許可さえ取れればね、飲食店とかね、あと、まあ、ご自身でね経営されてる方なんてね、めちゃめちゃ楽しいんじゃないでしょうかねあとはね、あの公園とかね、まあ、河川敷とかいろいろね、許可さえ取れれば、今までは絶対できなかったけど可能になった場所もね、今後増えてくるんではないでしょうか。もちろんね、総面積の7割だったか8割が山林と言われるこの日本ですから、今までね、ご自身で山山林を持ってて BB 弾で騒ぎはちょっとっていう方でもね、これならね
安心してできるんじゃないでしょうか。岐阜や愛知でそういう方がおられましたら、ぜひ誘ってください。すぐ行きます。またね、実際のゲームのフィールドでの環境も大幅に変わってくると思います。今まではマナーとして弾が出ないように何重にも安全対策を講じなければならなかった歯が割れないようにするマスクだとか、もちろん失明しないようにシューティングゴーグルなどの被弾対策やセーフティーエリアでの禁止事項やしがらみなどから解放されます。特にね、今まではね、ゲームフィールドから出るときにはセーフティーをかけてチャンバークリアで、でマガジンクリアっていうのがもう徹底して行われてたのですが、もう赤外線ともなればそのあたりはね気にしなくてよくなります。そういったことでスタッフさんの気配りなんかのストレスも減りますし、お互いのね、あの人セーフティー入れてないよとかね、こうトラブルもねかなり削減されると思います。他にもね、これね、サバゲー歴が長ければ長いほどそれに比例して楽しめることだと思うんですけど、ゴーグルなしでね銃を撃つというのがね、ものすごく新鮮でした。この間あの赤外線サバゲーをやった時にね、このねゴーグルがね気持ち的なスイッチになってるのかわかんないんですけど、何もつけない自分の日常感とその中でいつ撃たれるか分からないっていうね非日常感が、より銃を撃ち合って遊ぶという非日常をね際立たせてるようなね、そんな感覚でいつもよりもねなんか緊張感がありました。これがねゴーグルをしずに人に向けて銃を撃つっていうね、なかなかちょっと危険なワードですけど、すごくね新鮮でね楽しかったです。やっぱねやっちゃいけない感ですかね。この間の野戦、雨野戦の時もそうだったんですけど、やっちゃいけないことやってる感覚がねとてもワクワクしましたね。あとはね V2I のこれすごいんじゃですけど、銃をね今まではねホップアップの関係上横向けるとねホップで横行っちゃう、下向けたら下行っちゃうけど、レーザーはまっすぐ飛ぶんでね、銃をこう横に構えれるという、そんだけ別にまあこれはって感じですね。そして冒頭でも説明しました通り、私が最も注目することがこの銃口から放たれる弾の初速です。なんとその初速地球7周半 MPS、 すごいすごいスケールになりましたよね。今まではせいぜい1秒間に地球の 100m っていうねちっちゃいとこだったんですけど、それがもう7周半っていうことでね、ものすごく速度が上がりましたよね。光の速さなんでね。ということでここから何が変わるかというと、今までねまあこれあの皆さん大体の方がね経験されてると思うんですけど、銃声が鳴ってから隠れても全然間に合ったんですけど、ついにここに来て銃声を弾の速度が追い越しました。ということはですよ、あの実際にねゲームやった時もそうだったんですけど、もうね狙われたら負けというね戦いになってきて、戦いは次のステージに行きました。ということでね、これからはね、これからはっていう、まあ、B2I がトレンドになるかはさておき、戦術がねガラッと変わりますよね。打つ側としても今まではね打ってからこの音によって隠れられるのがもどかしかったんですけども、この B2I ではそうはいきませんからね。なのでね、あのバリケード越しのこういう打ち合いあるじゃないですか。だいたいこうタイミングを測り合う感じじゃないですか、サバゲって。ババ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 、はい打った、隠れる、ババ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 バみたいな感じで、結構打ち合いがねところどころで頻発してたと思うんですけど、ここからのサバゲはねちょっと打ってパッでもうヒット取れるんで、こうなるともうだからこういうのとか、あの薄い構えとかがね下手したら通用しなくなってきますよね。というのもこれあの光なので解説という現象が起こるらしくて、光がね角をこう波のように、光って波と粒子の要素があるので、あの波のようにねこう波及してって回り込む性質があるらしいんですね。ということで薄くても多分当たるんですね。そのあたりね今からちょっと実験してみようと思いますけど、ということでね、とてもワクワクする要素がたくさんありまして、で前のその赤外線サバゲの時もやっぱりね銃声が鳴る前に弾が来るんでね、初弾で当てられるケースがすごくあったので、どっから撃たれたかわからないっていうので、ものすごく緊張感があってとても面白かったですね。あとねその絡みでどこから撃たれたかわからない、まあ、もちろんね銃声である程度の場所はわかるんですけど、今までサバゲーの時って弾が飛んできた場所ってわかるじゃないですか。例えばこっちからバババって撃たれたら、バリケードのここが当たるから、まあ、大体この方向だろうなっていうのが分かるんですけど、
ここからはね、その着弾の弾が分かんないので位置が特定しづらいということに加えて発射音がね、小さければねもう全くどこから撃たれたか分からない状態になるので今まで冷遇され続けてきたエアボキスナイパーが一気にスターダムに駆け上がるというね武器のパワーバランスの勢力図が一変するということが起こり得るのでもうね、これはねそのあたりの妄想してるだけでねご飯一杯いけますねもう楽しみで仕方ないですね、ここからが。あとですね、気づいたことといえばまあこのビビダンとの比較に関連してサイティングをねしっかりやらないといけなくなったということですね。今まではねあのゲリラ撃ちももちろんある程度当たりましたし BB 弾の弾道を見ながら修正して撃つっていうねことができたんですけどこれからはねあの弾がね見えないのでまあより実銃に近い感じですよね。飛んでいく弾が見えないからしっかりとねゼロインしてしっかりと狙って撃たないと当たらないという当然の世界になっていきますのでよりなんだろうリアルな戦いになっていきますよね。まあ、ねこの辺りのね赤外線のね実際にやってみないと分かんないのでぜひご自分の目で確かめてください。お楽しみに。ポテト上がった。さあバッテリーもね充電できたかな。はい、じゃあね今からねこれ実際にね撃っていこうと思いますけどもあのね今ね調整してみました。でここにね向かって一番向こうからだいたい5メートルぐらいの距離でゼロイン合わせました。ただね一旦ちょっとねこのスコープ多分30メートルか40メートル先に合ってるやつにこのレーザーをゼロインしたので実際より多分上向いてるのかなと思います。でここですねエレベーションとヴィンテージっていうのがあるんですけどちょっとねあの写真載っけますけどこの辺にここにね小さいメモリがあるんですよ。でメモリの真ん中に合わせれば大体合います。はいただあと左右は絶対ここでほぼ合うのであとはね上下をどのくらいの距離に合わせるかってところだと思います。でドライバーでグリグリやってると実際にこのねここがねここ本体のこの細いところが左右に動いたりで中のこのメモリが上下に動くのですぐ分かると思います。結構回しても大丈夫でした。じゃあね実際ちょっとねあの5メートルの距離ですけども撃ってみたいと思います。じゃあ実際この距離でね撃っていきたいと思います。まずズームしてで撃ってみます。こんな感じですね。真ん中はこんな感じ。じゃあちょっとね左右に振ってみましょう。こんな感じで、もうちょっと外側やるとこの十字のレティクルの中ぐらいだと反応しない。こんくらいですね。ちょうどこの十字の細い丸ぐらいレーザーの照射範囲があるみたいです。下と上もこんな感じ。こんな感じですね。はい、もっと遠いとどうなるのかちょっと気になりますね。じゃあ次はねあの IR カメラをこの間ね偶然にも野戦で買ったの でちょうどこれ赤外線なので IR ね映るはずなのでちょっとね真っ暗にしてみてどの辺をね照射してるとか映ればいいなってことで検証してみたいと思います。じゃあね今から、撮影していきたいと思います。調整用の、ね、蓋つけたままじゃね映らなかったんで蓋取りました。で、こんな感じです。おー、すごい。ちゃんと映るな。このくらいみたいです。今3メートルぐらいですね。離れて打ってみましょう。でね、今ね、肉眼でね、赤いの見えるんですけど、その赤いのの中がちょうど赤外線。って感じですね。はい、いかがだったでしょうかね。で、別にね、IR カメラなくても、こっからね、赤いの出ますから、暗くすればね、ある程度、あの範囲は見えることに気づきました。輪っかで出てるんですけど、実際その中の円と大体同じぐらいですかね。って感じです。赤いのもちょっと見せましょう。こんな感じで、赤いのが見えるかな？見えるかな？こんな感じですね。で、赤いのの中に暗いとこがあったと思うんですけど大体あの暗いところ
ぐらいに赤外線の当たり判定があるような感じでした。面白いですね。でね、私の想定する遊び方としては、まあ、基本ね、オフラインで楽しみたいんですけど、現状でネットにつないでアプリと連動させる遊び方だと、ショップさんとか、あと認定されたフィールドさん、あとね、幕開けの時からのユーザーさんの一部がベータ版でゲームを作成できて、まあ、体力設定とかできるみたいなんですけど、あと、まあ、スコアボードみたいなのをね出せるみたいなんですけど、 YouTube のね公式アカウントの方に質問してみたら、アップデートで今後オフラインでも遊べるような遊び方をね検討されてるみたいなので、まあ、そちらをちょっと期待していきたいなと思ってます。でね、なぜかねこんな感じでね、ナーフのね光線銃が手元にあるのですが、ちょっと待ちきれずにねこれを買ってみて遊んでみたんですけど、まあ同じようなもので、これね、ここに受信部があって、ここから光線銃が出るというもので、で実際これをね、息子2人と遊んでみたんですけど、これ面白くて、でぜひね今後のそのオフラインのアップデートでね参考にしてもらえればなと思った点がいくつかあったので、ついでにねご紹介していきたいと思います。これはね、オンにするとこんな感じで、でリロードボタンを押すと赤チーム、青チームで、フリーフォール全員敵モードが選択できて、でトリガー引くとチームが決定されて、こんな感じでね、ちょっと見えないかもしれないですけど、上がね18で、下がね弾があって、で弾打つと弾が減っていって、で食らうとライフが減っていくっていうね遊び方です。でね、ここ押すとリロードっていうことで、リロードがね楽しめて、打ち切るとね打てないっていうものなんですけど、でこれもねオンラインでアプリを使って連動させて Bluetooth でねやって、まあ、スコアボードを出す機能があって、で何回当てたかと、何回やられたかと、何回倒したかっていう3つの種類でね出てくるんですけど、これのねいいところはね、スマホ1個でやる場合は全員の参加者のスコアボードが出て、で、まあ、今回の MVP みたいな感じで出たりするんですけど、ビーツアイと同じように各々がスマホ使ってっていうことになると、必殺技使えたり回復できたり、あとまあマップ使えたりねできて、それはそれで面白そうなんですけど、やっぱりねアプリを使うとね、これもそうだ、特にねちょっと子供と遊んだので、アプリの使い方がちょっとまだ分かんなかったりして、いろいろグダグダになっちゃって、結局スマホ1個でやろうってことになってやってたんですけど、スマホ1個でもねやっぱ間違えてこれオフしちゃうと、ここね押しちゃうとまたつなぎ直しってなって、でアプリとの連動がね1試合5分とかなるんですけど、その間に切れちゃって、でその人はねスコアがなくなっちゃったりして、めんどくさくなっちゃって、結局ねもうオフラインでいいやってことで、本体単体のチーム分けとかフリーフォールで遊ぶっていうことになりました、結局ね。ということで、多分ね B2i もネット回線がないとまずアプリがねゲームができないってことで、ちょっとね個人でね遊ぶにはねめんどくさいんじゃないかなと思ってます。まだやったことないので、わかんないんですけど、そのあたりベータ版なので、ちょっといつ我々ね一般ユーザーがゲームを実際に作成して遊べるのかっていうのがまだわかんないので、なんとも言えないんですけども、現状ね似たものをやった限りではオフラインで遊びたいなと思いました。でね、今の段階でこれをね頭につけて打つだけでも音も鳴るし、で光るんでね、単純にサバゲーのヒットコールの代替として十分運用できるんじゃないかと思ってますので、現時点でね実際に今度ねアシャシャと射程とかね、あといろんなシチュエーションを考えて実験していく動画をねちょっと作ろうと思ってます。でついでにちょっとねいろんな遊び方をね考えてますので、実際に遊んでみてどうだったかということもねやっていきたいと思います。ただね、このねこのナーフオプスプロっていう商品なんですけど、これがねカタログ値で 60m 飛ぶよって言ってたんですけど、実際これね室内モードと屋外モードっていうのが選べて、多分光線の強さが選べるんですけど、屋外モードでやったところで明るいところだとね 10m ぐらいが限度だったので、まあ、どうしてもねカタログ値とは程遠い数値になると思うので、
実際これもね、レシーバーの方が影にあれば 200m 飛ぶよってことだったんですけど、ちょっと実際測ってみないと分かんないので、そのあたりもね、試してみたいと思います。まあね、オフラインの仕様をね、ぜひね、ちょっとビッツアイもね、まあさすがにこのチーム分けとかはね、難しいにしても、なんかね、別売で例えばアレスのモスフェットのね、専用のなんかあるじゃないですか、デバイスみたいなの、ああいうのみたいなのを作ってね、あのオフラインで戦う時に面白い、なんかね、例えばね、あのカウンター戦みたいな、復活できるなんか医療キットみたいな、メディックキットみたいなのを作って、でそれに光当てると復活できるみたいなね、やつとかね、ライフ1でいいから、やられたらピカピカして戻ってきて、それでなんか受信すると復活できるみたいなもので、それでカウンターにもなってて、最終的に時間経ったらどっちがより多く回復したかとかね、そういうのがあれば面白いなと思ってます。あのパスガンの時もね、なんかリモコンで復活させるみたいなのあったんで、そういうのあると面白いですよね。あのオフラインで遊ぶユーザーも楽しめるかなと思います。あとね、さらによく言えばね、リロードしたいですよね、やっぱりね。現状電動ガンだともう打ち放題になっちゃうんで、まあゆくゆくはね、普通にこれで遊んで飽きてきたらというか、ちょっとね、あのひねりが欲しいなってなってきたら、あの CO2 のガスガンとかね、普通のガスガンだと寒い時使えないから、 CO2 のガスガンで、まあハンドガンでも長物でもいいですけど、だいたい80発ぐらい撃てるらしいので、弾無限よりはね、あの縛りができてリロードの楽しみ方とかもできちゃって、あと妄想でね、あの CO2 のボンベ、あれリキッドっていうんですかね、ボンベっていうか分かんないですけど、あれがちょっとね、マガジンに差し込んで、このボンベからレーザーが出るっていう妄想で戦えばね、多分面白いんじゃないかなと思ってますけどそんな感じでね、ちょっとリロードを楽しめたら多分もっと面白いんじゃないかなと、戦いにね、その幅が出るんじゃないかなと思います。とはいえですね、まあこれでね、確実な着弾判定が可能になりましたので、例えばね、今ヒストリカルサバゲーでしたっけ、歴史上のね、戦いを模したサバゲーとかね、やってみる方なんかはね、もう一撃でやられるんでね、そのあたりすげえ盛り上がるんじゃないかなと思いますけど、ただそういうのだとね、サプレッサーつかない年代だと思うので、なかなか難しいかなと思いますけど、僕もね、これでね、エアコキのね、ウィンチェスターとかね、モシンナガンとか使いたいですけどね、なかなかサプつけるとね、ちょっと違うなってなっちゃうし、難しいですよね。まあね、アシュシュと B2I のワンオンワンをやってみて、ゆくゆくはね、ちょっと天下一武道会を開催しようと思ってますんでもしかしたら一般参加でサバゲフィールド貸し切ってやるかもしれないので、まあ、最悪2人参加になるかもしれないですけど、もしね、よろしければそちらもね、お近くの方は参加していただければなと思います。それでは長々とご視聴いただきありがとうございました。次の B2I のね、ワンオンワンの動画も楽しみにしていただければ幸いです。 B2I の開封動画でした